みなさん、やっさーやっさー、男女ツインボーカルユニットやさぐれナイトのゆみとゆうとでございます。どうも、どうもということで、はい、4月10日水曜日夜8時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分第93回目がオンエアです。この番組の視聴方法はこちらのリンク、もしくは下の説明欄の方にリンクを貼っておきますので確認よろしくお願いします。そんなこんなで、はい、だいぶね、うん、バタ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 してきましたよ。やさぐれナイトさんもやっとね、ちょっと奈良のライブ終わって落ち着きそうな気がするけど ね、したんだけどね、うん、今もねちょっと電話させていただいてね、うん、いろいろお願いをさせていただいて、はい、ちょっとねまた皆さんにね、うん、驚きのご報告ができるかもしれないですし、うん、まあちょっとそういうのがねちょこっとバタバタバタっと今入ってて、そうだね、うん、で9月のライブ11月のライブと行きますし、さらに来年はねもしかすると全国ツアーが始まるかもしれません。いやないないな、ないわからんよ俺的にはありそうな気がすんだ、うんうん、予感ね、予感ね、はい、なんでねもっと皆さんのところにね行けるかなとは思ってますんで、はい、少しずつ少しずつ今までやったことのない県でね、うん、歌わさせていただけるようになってきてるので、うんうん、ありがたいね。そうね、本当に、あ、本当にありがたい、うんうん、まあ、今年はまあ10周年ということもあるので、うん、やっぱそこをメインにね、まあ、いい意味一つの区切り、そうだね、で次が20周年、30周年、40周年と、もう多分うちらの年代からするとさ、うん、本来だったら30周年になってなきゃいけないぐらいなんだよね、うん、結成したのが遅いしね。そうそうそう、でもあれだよ、奈良で言われたでしょ、何、続けることが大事だって。そうな、ネバギブアップだよって言われたよ本当やな、ね、心に届いたって。な、歌はちゃんと心に届いた、大丈夫、心配ないっつってね、ほんとね言ってもらえたから、なんだろうね、うん、なんだ、なんていうのかな、そのやっぱ土地土地によってお客さんのスタイルっていう言い方おかしいけど、うん、そのなんだろう、雰囲気っていうのも変わってくるし、うん、今回の奈良はねすごくアットホームな感じで、そうだね、あったかかったね、ほんと、うん、本当にちょっとね、ユミがもらったのでね、うん、ちょっと俺も危なかったけどね、あなたが先にもらったんでしょ、もらったんじゃなくてあなたが先発じゃないの。違う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 、俺は違うよ。あ、そう、ちょっと痰が絡んだだけ。強い言うわ、うん、本当にちょうどねここら辺の目線にね入ってくんのよ。知っとるよ、うん、知ってますよ。でねやっぱね、はい、やっぱなんだろうな、やっぱ なぜそうなのかっていうのは分かんないんだけど、うん、分かんないんだけど、そのうちらが歌ってる歌に涙していただいてるところが、うんうん、ちょうどその自分の思いで歌ってることと、うん、その涙してくれてる人の表情と、うん、さらにその思いがね、うん、なんかのしかかってくるのよ、うんうん、そうするとな、やっぱやばいな、うん、あ、最後あんたはだいぶ言ってたよね。じゃあ我慢し、歌までは我慢してたよ、最後の、挨拶のところね、挨拶のところね、あ、うん、まあ、なんか最近交互で泣いてるような感じするけどなそうね、ほんとね、そうだね、よう泣くね、朝倉さんライブで、関係があるのかっていうね。いやでもここ最近泣いてなかったんだよ。そうね、うん、ここ最近はね、うん、やっぱちょっといろんなテーマがあって、そのテーマで歌ってはいたので、うん、あんまりその泣くほどのテーマはなかったような気がするのよ、うんうん、いや、うん、そうだね。そう、でも5月のライブの時は、うん、実際は本当は泣ける歌なんだけど、そうね、
もう散々それまで泣いてるから、ああね、あ、そうね、5月のライブはそうだったね。うん、私はね、いや俺もそう、全体的がそんな感じだったのよ。うん、その2部の構成は特に。そうだね。じゃあ泣いてたじゃん。俺、うん、俺は違うんだよ。俺だって自分の歌で泣いたんじゃないもん。あ、出た、また自分の歌で泣くってやつ。俺は自分の歌で泣く人だからもう感情輸入が激しすぎんだよな、多分な。わかるよ、今回初めてじゃないの、人の歌で泣いたっていう。人の歌で泣いた、あんたの歌のイントロでやばくなったんだよ俺。あ、そう、酒井さんのピアノのイントロでもうやばくなって、うん、で、あんたが歌い始めそうな時に、うん、もう言うたらもう知ってるわけじゃん、ああ歌詞をね、歌詞が、時にもうなんかイントロからやばくてさ、そう、なんかあの時はなんかそういう酒井さんのピアノが俺に何かを ね思い出させた感じ、思い出させた、そう、あれはね、いかん、あんたの歌で泣いたんじゃない、酒井さんのピアノ、酒井さんのピアノとあの歌詞に泣かされた、歌詞に泣かされた、そうそう、だからすぐスーッといなくなったやろ俺。まあね、気づいてないんだろう俺がいなくなったのって、あんまり。いやでも向こうにいたのは知ってるよ。そうそうそう、うん、それは知ってるけど、そう、あ、向こう行くんだと思った。行くんだ、行くんだ、行くんだ、そうなんでね、はい、まあ本当いろいろバタバタバタとしているところがあるので、ちょっといろんな部分で YouTube が遅れたりとかね、してるので、ちょっと YouTube もねちょっと趣向を変えてね、そろそろやらなきゃいけないなって思ってるんだけど、いろいろちょっと大変なことが ね、はい、ありすぎるので、はい、大変なことってもいいことですよ全部、いいことだし、自分たちがその音楽活動をやっている上で、まあいい意味で岐路に、また分かれ道じゃないね、こっちに行くんだぞっていう風な方向性を示してくださる方たちがたくさんいるので、まあそこにね、うまく乗っかって歩いていけたらいいなっていうところでね、頑張ってますので、ちょっといろいろな報告が今後たくさん出てくると思いますので、お楽しみにしておいてください。楽しみに、はい、毎月、はい、第2水曜日は止まっちゃったけど、はいはい、みんなこの曲面白いでいっぺん聴いてみやーのコーナーです、はいはい、今月はゆうとの担当ですけれども、はい、今回はね、面白いよ、面白いよね、面白い、面白い面白いよね、あのね、でもね、すごいリアリティがある、曲をねお届けしようと思うんですけれども、まあオンエアの方でもお伝えはするんですが、まあなんていうのかな、よく言われる大阪のおばちゃんってあるでしょ、大阪のおばちゃんね、名古屋のおばちゃんってあんま言わへんじゃん、おばちゃんっていう表現をするところって大体大阪じゃない、東京のおばちゃんがって言わんじゃん、そんなね、おばちゃんアイドルグループ、おばちゃんのアイドルグループがあるのがすごいよね、まあでも名古屋もあるよ、おばちゃんって言ってないからそこは、ああそうか、そう、あ、そうか、そうなの、ピーってしたくね、ピーってした、そう、そうなの、言ってないよ、お、そう、あの数字では書いてあるけど、数字が物語ってるよ、ね、でもそれイコールおばちゃんと言っちゃいかんじゃん、あ、そうか、そう、持ってない人かもしれんじゃん、あ、そうか、そうよ、そうだね、はい、失礼しました、本当に危ないな名古屋の人見てるかもしれないな見てるに決まってんじゃんか、ね、ということでね、はい、おばちゃんっていうは、アイドルグループのね、曲をお届けしようと思う、まんまだね、それも、おばちゃんのテーマまんまだねあのね、はい、いいんだこれ、うん、ちょっと俺アルバム買おうかなと思ってて、これはシングルなんだけどね、おお、そうなんだ、まだいろいろあるね曲が、あ、多分ね、おばちゃんのリーダーの人かな、多分名古屋でもやってる CM だったと思うので、全国展開してるんだと思うけど、へー、その CM にも出てる方は、
いらっしゃるので、ちょっとね、なんていうのか、歌詞も含めて、うん、でさらにね、感想のところでね、雑談が入るのよ。おセリフみたいな感じで、ね、なんか色バタ会議みたいな感じで話してるのと、そうそこがね、またちょっと、ま、楽曲と被ってるので、うん、少し聞きづらいかもしれないけど、うん、聞いてるとね、ちょっと腹抱えて終わるぐらい、はい、ということで、はい、おばちゃんでおばちゃんのテーマお届けいたします。お楽しみに、楽しみに。そしてリクエスト曲は、うん、神奈川県藤沢市にお住まいのラジオネーム、はい、藤沢魂さん、おサザンオールスターズでしおりのテーマ、あーなんか夏だねって感じになるね。そうね、ね、サザンでしおりのテーマって聞くと、この曲もいい曲だよね、うん、あそうだね、いいよね、ほんとね、カラオケで歌ったな。いや俺も歌った、うん、あ本当、多分なんだ、歌った記憶があるような記憶がある、うん、いいね。でも藤沢魂っていうとね、うん、まあ俺が3年間過ごした市なのでね、高校生の時に、うんうん、そうだった、寮に入ってたので本当に藤沢市民までは行かないけどね、うん、実家があるので、でも高校入ってその寮に入ってたから、そうだよね、うん、あれでしょ、住所とかああいうのは移さないけどね、してないもんね、まあ栄作さんの関係もあってね、藤沢市民会館でも歌をさせていただいたりとか、うん、ちょっとね、帰り道にね、うん、藤沢観光っていうか俺が通った学校もね、はい、ちょっと寄ったりしたもんね、ああ、うん、お寺だったでしょ、お寺だったね、うん、あまあそんなこんなで、うん、藤沢魂さんが、はい、それも多分ねメッセージの中であるのかなっていうふうには思ってますけれども、うん、楽しみにしておきましょう、はい、楽しみにしておきましょう、はい、はい、そしてやさぐれジュークボックスは、やさぐれナイトが独断と偏見でお届けするだ。やさぐれジュークボックスは、はいはい、ゆうとの番です、はいはい、あのね、いつも言われるんだけどね、台本ないのよ、うんうん、台本なくて あったらさ、うん、こんな感じになんないでしょ。違うよ、だって俺別にさ毎回毎回さそんなにさちゃんと覚えて言ってるじゃん、うん、そう、あなたぐらいで。違うよ、ぐたぐた撮り直してるからだよ。撮り直してないです、撮り回してません。なんだって言えないですか、撮り回しません。あの、ね、はい、今回オイラの担当ですけども、はい、まあ、オイラが担当の時はね、うん、ゆうとがやさぐれナイトのライブでカバーさせていただいた元曲をお届けするということでやってますけれども、うん、今回は5月26日やさぐれナイトのワンマンライブ、ライブエモット、うん、ボリューム3でお届けさせていただいた曲をね、はい、お届けしようと思うんですけれども、うん、その曲はなんと小田純平さんの答えは風の中を、うん、お届けします。俺の中ではね、この人ね最近ちょっといい感じなんだ、うん、あ小田純平さんの声がね好きなんだよ、うん、あなんだろうね、いい声してる、うん、本当に。で俺ラジオを聴くために、ラジオ聴くためじゃないわ、歌うためにな、うん、歌うためにこの曲を買ってね、うん、でその後にこのラジオをするためにさ、楽曲をラジオ用にちょっと変換しなきゃいけないのね、うん、でその時にあの書いてあるじゃん、ジャンルはとかさ、うん、あるのね、どこの、レーベルから出てますよとか、うん、ジャンルがね、演歌になってた。あ、演歌なんだ。そう、演歌って思うけど、まあそう言われちゃうとそうかもしれへんけど、ちょっと違うよね、うん、フォークじゃない、どっちかっていうと。あ、フォークでもないんじゃないかな、どうなんだろう、うん、うん、
まあでもそんなジャンルなんかどうでもいいので、うん、いい歌はいい歌だし、うん、もう基本あんまりジャンルにこだわらない。そうだね、本当はこだわらないのがあかんのかな。いいじゃないか。どんなジャンルでやってるのって毎回聞かれるじゃん。だからいろんなジャンルですってしかないもんな。私はもう最近ポップスですって言うようにしてる。でもポピュラーミュージックじゃない。ポピュラーミュージックじゃないよ。一般的な音楽じゃないからね。やさぐれのね、音楽はね。一般的じゃないからね。カバー曲はさ、だってポピュラーミュージック、ポピュラー。なんて。まあ、ポップスだったりもあるし、演歌だったりとか、歌謡曲だったりとか。演歌はないよね、あんまり。あるんじゃない？歌謡曲であったりとかさ、いろんなジャンルがあるわけじゃん。うん、でしょ、フォークがあったりとか。うん、だから、なんていうのかな、まあまあ一般的に売れてしまえばポップスになるのかもしれへんけど、うん、でもやさぐれの曲はポップスじゃないからね、うん、ポピュラーじゃないからね。そうそう、一般的な音楽じゃないからね。どっちかっていうとね、うん、ね、うん、そうそう、でもそう思うんだけど、でもいいものはいいし、うん、なんていうのかな、全てのジャンルがこのジャンルがいいわけではないじゃん、うん、このジャンルのこの曲はいいなって思うけど、この曲はちょっとあんまり好きじゃないなっていうのだって、それは個人の感想だけどね、うんうん、それは聴いてる皆さんもそうだし、やさぐれの曲でこの曲好きだなって思うのもあれば、これはちょっとっていうのだってゼロじゃないと思うし、うん、でも歌う側としてはね、一曲一曲真剣に歌ってるし、はい、気持ちを込めて歌詞書いてるので、うんうん、でもそれが届く人届かない人っていうのは、やっぱその人のなんていうかな、家庭、生きてきた家庭によってもだいぶ変わってくると思うしね、うん、その時の気持ちであったりでも変わってくるとは思うから。そうだね、うん、まあでも本当にね、俺ちょっと一押しなの小田純平さん、うん、いい歌歌ってんだ本当、うん、好きだなって思う、うん、まあ、いっぱいいるんだけどね、一押しの人が、いいと思います。なんでこの歌もね、ちょっとね、うん、いい歌なので、さっき由美ちゃんの歌のイントロで泣いたって言った後にこの歌を歌ってるんですよ、うん、由美ちゃんが、半崎さんの母へっていう歌を歌ったよな、うん、はい、でその後に俺が小田純平さんの答えは風の中を歌わさせていただいて、うん、ちょっとつながりはある感じの曲なので、うん、そうだね、ちょっとあの歌詞もね、いい歌詞なので、うん、ぜひね、楽しんでいただき、聴いていただければか、はい、楽しむような曲ではないけどね、聴、うん、いていただければいいと思いますんで、お楽しみに。楽しみに。それでは皆様お待たせいたしました。7月3つ目のキワドヨイミちゃんなんですか。3つ目だね、はい、3つ目の、はあ、3つ目のキーワードです。キーワードね、はい、3つ目のキーワードはコーラルレッドの子。コーラルレッド、うん、コーラルの赤色ってことね。コーラルの赤色、今月は色シリーズなんだろう。そうです、コーラルレッド。まあいいや、みんな知ら、まあ、ここら辺にコーラルレッド出しておくわ、うん、どんな赤かはちょっと説明しにくいので、うん、コーラルレッドっていうのはこんな色ですっていうね、サンゴ色みたいな感じだね、ちょっとピンクっぽい感じなの、明るい赤。そうだね、明るい色だよね、うん、はい、ということで、はい、7月3つ目のキーワードはコーラルレッドの子になりますので、しっかりメモしておいてください。ということで、7月10日水曜日夜8時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分をお聞き逃しな。泣く泣く。それでは皆さん、今夜もやさぐれチャイナ。ほらな、ちゃんと俺は言えてるじゃん。うん、何を。ここ台本がなくてもチャイナ